礼いたします。バトラ様、皆様からバレンタインレターを預かっております。あ、そうか。どれどれ。ゲーム版の主にして偉大なる領主陛下へ。バレンタインデーにつき、煉獄の七姉妹を代表してチョコレートをお送りするとともに、永遠の忠誠をお誓い申し上げるものであります。煉獄の七姉妹、長女ルシファーより愛と忠誠を込めて。 PS、 このルシファー、ご用命いただければ椅子にも食台にも猫にも絨毯にも家具にも奴隷にもなります。どうかこの卑しい家具めを領主陛下のお気に召すままにお使いください。どうせ私以外からたくさんチョコをもらってるだろう、領主陛下へ。私のチョコなんてどうせたくさんの中の一つでしょうけれども、私の精一杯の気持ちを込めてお送りします。でもたくさんの中の一つで私は構いません。あなたに恋する無数の目の中に嫉妬に狂うルビーが二つ混じってることをお忘れなく。煉獄の七姉妹、次女レビアタン、愛と嫉妬を込めて。我らが七姉妹の主にして偉大なる領主陛下へ。不甲斐なき姉妹たちが領主陛下に無礼な手紙を添えたチョコを献上しているものと思います。しかし姉妹たちに責任はありません。すべて私の日々の指導が至らぬせいです。深くお詫び申し上げます。お叱りはどうか、この私めに。どのようなお叱りをも覚悟しております。煉獄の七姉妹、三女サタン、愛と謝罪を込めて。ゲーム版の主にして偉大なる領主陛下へ。私は多数の男性にチョコを配っておりますが、それは自己を磨かぬものでさえも毎年チョコがもらえ、ますますに怠惰にさせるための悪魔のチョコなのです。しかし陛下は自己の研鑽を常に続けられるお方、怠惰への罠でなく心よりの気持ちを込めてバレンタインチョコを献上いたします。煉獄の七姉妹、四女ベルフェゴールより愛と敬意を込めて。偉大なる領主陛下にして素敵なあなたへ。家具として働き、陛下の信頼を勝ち取ることは家具の喜びです。でもそれ以上の信頼を得たいと願うのは家具には過ぎた願いでしょう。私は強欲のマモン、あなたの瞳に映る女を私だけにしたいと願う欲深き家具です。煉獄の七姉妹、五女マモンより、愛を込めて、愛を求めて。
ある領主陛下へ。陛下に失礼なチョコを送ってはならないと思い、試食に試食を重ね、最も美味なチョコを探しました。煉獄の七姉妹六女ベルゼブブより、愛とカカオを込めて。 PS 一番美味なチョコは本当に美味しかったです。食べ出したら止まりませんでした。全部食べてしまったので、陛下には2番目に美味しかったチョコを送ります。ごめんなさい。ゲーム版の主にして偉大なる領主陛下へ、私のハートを溶かしてチョコにしました。いえ、なれるものなら陛下のチョコになりたかったです。もしなれたなら陛下に食べてもらって、お口の中でその柔らかで温かな舌の上で寝そべって、あなたの口中をたっぷりと楽しませることができるのだから。煉獄の七姉妹七女アスモデウスより、愛と恋と切なさを込めて。悪い気はしねえな。まだまだたくさんの手紙が届いておりますよ。あて、かけら第118460番領主陛下。初、シエスタ姉妹近衛隊第4096戦隊本部。バレンタインデーを祝福するとともに、陛下への敬愛の念を込めて本城を送付するものであります。同封のチョコは姉妹近衛隊の衛生部門にて検疫を受けております。どうぞ安心してお召し上がりください。シエスタ00。あて、かけら第118460番領主陛下。初、シエスタ姉妹近衛隊第4096戦隊本部。ばらまくギリチョコはバレンタインのショットガン。決め打ち本命チョコはバレンタインの狙撃ライフル。あんたに送るチョコはバレンタインのなんなんにゃ。シエスタ410にゃ。6480番領主陛下。初、シエスタ姉妹近衛隊第4096戦隊本部。いつもお世話になっております。本当は手作りのチョコを送りたかったのですが、昨年のチョコレートテロの影響で今年から手作りチョコの送付が禁じられてしまいました。陛下のお口に合うように心を込めて選びました。お召し上がりいただければ幸いです。シエスタ45。あて、かけら第1168410番領主陛下。初、シエスタ姉妹近衛隊第4096戦隊本部。ありがとうの気持ちにチョコを添えてお送りします。どうかこれからもシエスタ姉妹近衛隊をよろしくご指導願います。こ
この得体は女子しかいないので、こういう習慣は初めてで不慣れです。これでバレンタインのお作法は合っていますか？教えてもらえたならありがたいです。シエスタ556、推進。先日引いたおみくじが大凶でした。次の護衛任務は気をつけたいです。セントバレンタインデーを祝福し、日頃の感謝の気持ちを込めて本チョコを送付します。バレンタインは贈るよりもらってみたいです。チョコは好きです。子供なのに飲むチョコは嫌いです。こぼすの、洗っても落ちない。ガートルードに手紙を見せると何度も書き直しをさせられて嫌なの。今年はガートルードに見つかる前にこっそり送付します。首席に断信モーカードラヌール A ナックス。金剣大寒の頃、春の足音を聞きつつこたつにこもること、これ至福なりやと知りたまえの今日この頃、いかがお過ごしなりやと申し上げ奉る。昨年のチョコレートテロ事件以来、本行事を嫉妬し転覆させんと企む輩多数が犯行声明を出したるものなり、法の番人の自覚を持ちてますますに職務に励むものなりや。補佐官コーネリア、異端審問官たるもの、書面も法語を使うことが求められるものなり、読み方さ、平にご容赦立てまつりたまえ。金剣、寒さますますに厳しい今日この頃、陛下においてはますますにご健康であると察し立てまつるものなりや、慎んでセントバレンタインデーを祝福するとともに、敬愛のチョコレートをここに送付し立てまつる。上級補佐官ガートルード。 PS、 最近猫を飼い始めました。可愛いですよね。陛下は犬派ですか猫派ですか？セントバレンタインデー、しっかり楽しんでるかな？もちろん僕も楽しんでるよ。何しろ今日は奥手な男子たちをチョコの毒牙で駆り立てることが許された一日だからね。僕は狙った獲物は絶対に逃がさないよ。だからこのチョコはバレンタインチョコなんて生優しいものじゃなくて、君への反抗予告ってところかな。愛の草原で迷い奔行する君という旅人よ、どうか僕に襲われないように気をつけて。恋の狩猟者ゼパル。Thank you.
セントバレンタインデー、いかがお過ごしかしら。今日ほどチョコレートが甘くてとろける日は存在しないわ。どうかどんなに小さな一粒のチョコであっても、その中に詰まった思いをいっぱいに味わって。あなたのそのチョコ、まだギリチョコだと思ってるの？ギリチョコって言わなければ、赤面を隠せない女心を分かってあげて。私のチョコはもちろん全部本命。愛も女もいらないなんてカッコつけてる君を、もう愛なくして生きていけない体にしてあげるから、覚悟していて。恋の調教者、フルフル。チョコの中に何が入っているやら、どれもおっかなくて食えたもんじゃないだろうぜ。大丈夫でございますよ。バトラ様が彼女たちのチョコを食べることはできかねますので。あ、そりゃ食いたいとは思わないが、なんで。こちら。ハッピーバレンタイン。アンド残念でした。そなたには随分とチョコが届いていたようだが、わらわとスタッフがすべておいしくいただいておいたぞ。わらわに目をつけられたからには最後、終生女子からのチョコは届かぬと知るがよい。まあさすがに気の毒だから、一粒だけチョコを進呈しよう。慈悲深いわらわに感謝するがいい。作りのつもりだったが、そのあまりに美味しくできてしまったので自分で食べてしまった。だからそなたには材料用に買ったチョコで十分である。黄金の魔女ベアトリーチェ。似合わねえことしやがって。どうかお嬢様の精一杯のお気持ちを受け取ってあげてくださいませ。まあたまには材料用のチョコもいいかもな。ありがとうございます。では最後にエンジェ様のお手紙とチョコ。え、エンジェからも。お兄ちゃんへ。きっとバレンタインのチョコがお兄ちゃんのとこにもたくさん届いていると思います。思わせぶりなチョコもたくさんあるだろうけど、浮かれないように。お兄ちゃんの頃と違って、最近の女の子はお友達感覚で気軽にチョコをやり取りするんです。チョコがちょっと手作りでハート型だったりするからって、鼻の下を伸ばさないように。お兄ちゃんの可愛い妹エンジェよ。